はい、えー、こんにちは。エレノスターです。シ、え、リーズお送りしております、えー。これですね、井高先生の、えー、プログで作る数学の世界。えー、この本の、えー、プログの例題を題材にしてですね、えー、プログのこと、それから n のプログのこと,ことをご紹介することをシリーズでお送りしております。えー、今日はねあの、カットです、いよいよ。カットはね、なかなかやっぱり、あの、 難しい、便利なんだけどめ難しいという感じですね。んまあ、私の理解だとですね、もともとあれです、あのプログというのは論理学をベースにしているもんです。で、論理というのはあの複数の解がありるわけですよね。えー、これ、これ、こういう場合も死んだし、これ、これ、こういう実語も死んだしと、えー、複数解があるとあ。で、論理的に正しいものを全て列挙すると。 いうポリシーのとと思いますでところがその実際にプログラミング言語ということで考えた時にいや全部いらないんだとあの特定のこういう場合だけ分かってくればよくて他を全部生、うん、真にあに計算推論をしようとしてもいらないんで計算時間もったいないよねみたいな。 あのそ,そんな実際的な要請があったんじゃないかと思います。えー、それで、えー、とカットするその、ここまで求めたらそれで OK と、その先の推論はいらないよ、カットねと、えー、いうのがおそらく投資の発端だったんではないかなというふうに私は思っております。さてそれで,で飯高先生はね さすがやっぱりね、すごい方なんですわね、あの日本を代表する公明な創作者の方がいらっしゃいますんで、あのー、まあ、専門分野でないプログラ,ムにプログラミングに関してもね徹底的になんかあの考え抜いてるって感じがしますね、さすがっていう感じです。それで まああのいろいろと、ね、難しいことをやっているところもあるんですけれども、そこから比較的あの分かりやすそうなの例題を、えー、取り上げてご紹介したいと思います。えー、なぜ、この,、ま、あのカット、どういう場面に使うのかということですけれどもね、1つは前回ご紹介したこのサム1、このこのマスピにカットがついてますけれども、こういう要例ですあの。それ以上、えー、やってほしくないという場合ですね。 えー、サムワンももううう一回思い出ししながらやっっててみままょうもうコードは入ってますで、えー、と3から1までの自然数の和を求めたいんだって時に、えーまあ、これで初回6って答えが出て OK なんですけれども、えー、バックトラックさせて、えー、このカットがついてないと他の回を探しに行って無限ループに陥ってしまうんですね無限再起なんですけれども。 それを回避したいんで、もう答え、一通りしかないわけですよ、自然数の和っていうのは、別解なんてあらない,ないわけですから、そういうときにはあの、規定っていうんですけども、最初の実語のところにカットをくっつけて、もうこれ以上いいよというのが、まあ、えー、と基本、代表的な使い方じゃないかと思います。それから、飯田さんの方で説明されてて、また他の本でもよく例題して使われてるのは、この否定、ノットですね、えー、ノット。 うーんまああのノットについてはねあの論理学のノットとはち違うんです平成解仮説に基づいていてあの実語は存在するかどうかで真偽を判定してますんで純粋な論理学の,あのノットとは違います否定とは違います、まあ、その辺頭に置いて、えー、ご覧いただきたいんですけれどもあの否定っていうのはですねその実語を実行してみて成功したらばそれは 失敗だったわけですこれ最初はそ,のそういう説ですね。P という実合を、うん、実行させてみて、えー、失敗したら成功しちゃったんだから否定ですから成功するものは失敗だと、えー、言うんですね。とところでこのカットは重要なんです。このカットがないと、えー、失敗しちゃうとですね、えー、バックトラックするもんですからじゃもう一回やり直しだってんで次のこっちの実合に行っちゃうんですよ。 あとこっちの P というのは無条件に成立してしまうので成功しまうので、えー、ノットにならなくなっちゃうんですよね。えー、でえっ、ー、とだから成功すると失敗してで失敗するやつを与えるとこの P のとこで失敗します。えー、で次のこのこ 都合に行くんですけどこっちは何も条件を付されてませんので無条件に整理するから、えー、失敗するものは成功するつまりこれで否定を表しているという、えー、非常に巧みなあの使い方なんですけれどもあそれから NOT0 にしてますかゼ0をくっつけてるのはあの組み込み術語でノットっていうのがあって名前がぶつかってしまうからですね、えー、でじゃあうまくいってるのかというと NOT0、えー、の True、えー トゥルというのは、あの、更新、常に真である実語です。で、これは失敗してもらわないと困るんですね。えー、ノートですから否定ですので、ノーが変帰ります。ただ、フェイルっていうのは、こう、ギ、ギです。常にギーが変える実語なんですけれども、これは成功してもらわないとこ困るんで。こういうことになると、えー。このカットがないっていうと、あの、うまく言ないんで、まあ、こう、カットの出番の一つかなって感じですね。 それから、えー、これがもう一つ井拓先生の本で説明したら4という、えー、繰り返しの構文を、うん、作ったものですね何、えー、だろうな C 言語のブ文なんかと雰囲気に似てるかもしれないです、えー、それで、えー、とこれもねここでカット使ってるんですよこれねちょっと <laughs> じっくり読まないとなんだこれって感じなんですけどもえっ、ー、とあの「はい かから何とかまでやるよっていう、まあ、こ,のこれはこの使い方の例題なんですけど1から9まで、えー、やりますと、えー、こっちもそうです1から9までっていう意味合いです。で i からあの J までっていうことなんですが I, i から i っていうのはもう限度まで足しちゃった場合ですね9まで足したよっていう場合には1から9までの9まで足しちゃえばもうそれ以上やってほしくないんでカットです。 で、えー、っと最初の方の数字 i が小さければ j よりも小さければこれはこれで OK なんですね。でこれでやってみてその後の実を計算してわっとフェイルさせるんです。そうすると次のこっちの説に入ってきますんでじゃもう一つあの i を一つ増やして i1 にしてでもう一回やり直しとあまたはそこ,のこっちの方の最初のところに戻っていくるんですね。えー Q、に至るまで えー、この繰り返しをやっていきますで9で2数字になっちゃったらばもうそれ以上はあのカットによってさ、えー、せないというものですでこの F99 っていうのがねえっ、ー、と例題示されてるんですが面白いですよねまあ問題試してやってみましょう F99 えっ、ー、と画面がちっちゃくて見えないかなこんな感じですね F99 掛け算ですよね 九九、九九、えー、小学校の時にあった九九が、えー、イン一が一からね、九九八十一まで、えー、乗ってるみたいな感じですね。えー、このライトの,あの実合の使い方も面白いですね、井高先生。あのまあ、です、プログっていうのはこういうことがもうさらさらってできちゃうもんです、こんな、こんなのを OK になっちゃうんですね。 ということで、えー、カットなんですけども、うんまあ、奥が深いんで、カットはこうつ使いながらやってみてください。あのえー、と要するにそこでもう失敗しても、それじゃやらないでよっていう意味なんですけども、あともう一つは、ねあの、N プログのコンパイラーなんかにもカットを使える使うあるんですけども、これは私の場合の、の、えー、失,失敗駆動をあの使っているところがありまして、 その失敗駆動の時にもうそれ以上これやんないでっていうところの実後には最後の末尾にこのやっぱり同じようにカットがついています、えー、興味あったら覗いてみてください失敗駆動っていうのがねえっ、ー、とプログの中ではあの面白いし実際あの効率的なコードになるのであのいいんですよえー、っとね M ひろえさんのページであの失敗駆動っていうのが出てきますのであ,あれでちょっとこう えー、丁寧に解説を読んでいただけるとあのいいのかなと思います、えー。カットです。まあ、カットはね、あれです。最初から、なかなか完全には理解できないと思うんです。あのやりながら、ふんふん、そんな感じか、そういう使い方もあるのかみたいな感じで、あの使いながら、こうだんだん覚えていけばいいのかなって思ってます。これの実装はね、ほんと大変でした。えー、実装の。 実装ねカ、カットっていうのは、こんな本当に単純なケースですけどね、前にご紹介したあのスイスのね、フリーの研究者のバースさんからね、前作のオープログの時には、いろいろとそのチケット、<laughs> あのえー、これ違ってるよみたいなのをね、GitHub <laughs> にもらったんですけども、病的なカット、そんなカットの使,った使い方するはずねえじゃんよ、バース先生、バースさんみたいな感じですよ。でも、一応動かなきゃいけないことになってるんで、ISO プログ的にはね。 ずいぶん頭を悩ませたようなあの記憶があります。で結局ね、エンプログはね、えーと、動的に、えー、とカットを検出しています。あの効率立稼ぐのにね、最初はあのインタープリッターでもコンパレラーでも、事前にそのカットの位置を 性的にコンパイル時に検出してよりその効率のいいコードを生成しようっていうふうなことでやったんですけどもバースさんからもう本当こんなの動かなきゃいけないのみたいなねむちゃくちゃなカットの例でそれでも動かなきゃいけないって動くんですよ SWI とか GNU はどうやってんのかみたいな感じなんですけど、まあ、あの動的に検出してあのやるってことってほぼ今完璧に動いてるはずですただこれでね あの速度を稼ぎ出すというのは至難の技だと思います。だから、本当、SWI とかね、あの作者のジャンさんには一度会って、お聞きしてみたよね。一体ら、どういうマジック使ってるんですか、あのスピードはって。<laughs> こんな複雑なあの、えー、とプログっていう言、ね、語仕様をカバーしつつ、あれだけの速度で動きますからね、不思議ならないですけどね。まあ、そんなことで、あの <laughs> 余談が多すぎました。またお会いしましょう。